皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。私は大変元気でございます。はい、なんとヤフー知恵袋からお知恵を拝借のコーナー復活でございます。ちょっと装い新たにやってみたいと思います。はい、今後はですね、総合 Q&A ランキングのトップ3に対してのみお答えするということでね。これまでね、似たような質問が多くて大変だったと思うんですけど、私が大変だったんですよ。キーワード検索したら、なんか似たような質問が多くてですね、またかみたいなのが多かったんですけど、それでやめたんですけど、今度はですね、総合 Q&A ランキングのトップ3のみにお答えするということで、行ってみたいと思います。はい、いきますよ。はい、市川猿之助の彼氏の石橋さんとは本当にガチの恋人だったんですか？その石橋さんが行方不明って雲隠れしてるだけですよね。逃げてるとしたら何に逃げてるんですかね。はい、ありえもするしありえなくもするんじゃないですか。はい、芸能人同士のお付き合いはいろんなお付き合いがありますよ。はい、次。はい、お兄ちゃんとお母さんが同じ部屋で寝るようになりました。また隣のお母さんの部屋からお母さんのあの声が聞こえてきます。私は妹です。どうすればいいの？そうですね、覗いてみましょう。はい、目で確かめないとね。ね、百聞は一見にしかずね。はい、見てみましょう。次、ショックです。姉と母の LINE を見てしまいました。私の悪口がたくさん書かれていました。私は摂食障害を患っており、そのことについて気持ち悪いだの書かれていました。表向きではいつでも味方だよとか二人とも言っていたのに、どうしたら立ち直れるでしょうか。今後二人とどう接したらいいでしょうか。人間不信になりそうです。はい。これはですね、お互い様だと思います。まず、母と妹、姉の LINE を見ちゃダメですよ。はい。何が書かれてるか分かんないですから。はい。何かだから下心というか、なんかもう疑い持って見てるんでしょ？あなたも。したらその疑い通りのことが書かれてたとしても、ショックで、どうしたら立ち直れるでしょうかって。自分で立ち直るしかありません。はい。まあちょっと何年生か、高校生かねえ、学校、何学校の方か分かんないですけど、我慢して家を出れる時に出ましょう。はい、それまで我慢です。はい、扶養されてる以上はね。はい、厳しいこと言うようですけど、そういうことですよ。はい、学校で友達同士が悪口言ってるのと同じですからね。だからといって退学するわけにいかないでしょ。はい、それと一緒です。言い出するわけにはいきません。はい、私は摂食障害だからといって甘く見ないですからね。はいあ、ずれた、もっとずれたしまって、鏡だからな、鏡じゃないから。え、こっち、こっちか、こっちか。はい、そんなことどうでもいいんだ。はい、あなたの責任で頑張ってください。はい、以上、ヤフー知恵袋からお知恵を拝借のコーナーでございました。以上になります。それでは、皆さん、また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。